ん、今日はですね、え、あんたちょっとたるんでるでしょ最近、どうせどうせどうせ最近体動かしてないでしょ、どうせ。何、私の体見てるんですか。言い方もようないな、良くないな。何ですか、ロエルさんはそんなこと言って、はい、私の体を見てるんですか。違う、体を見てるとかじゃなくて、違いますやん、それは。もう別になんかそんな、はい、メアさんの体を見てるわけではなくて、しょっちゅうお見舞い申し上げます。あ、もうしょっちゅうお見舞いだの、なんだの、泣いたり笑ったり。見てください、もうなんか目の下と鼻と顎の下に汗がたるんでますわ、うん、まだ始まってないんですよ今日は。どうはこれで汗を流そうなのに、まだまだなんですよ。クーラーもつけてください。じゃあ脇汗ピッチャーにこう売りますよ。あんま言うもんじゃないです、買いませんよ全然。やめてください。なんかメアさんの脇汗を誰が買うんですか。あげます、あげます。いらないです、いらないです。え、すっごいいらないです。あの夏だと私、はいはい、なんか一緒にお仕事する人とかには結構あの、はい、タオルだとお化粧がよれちゃうんで、はい、ティッシュでこうやって抑えるんですね、汗を。ああ、なるほど、はい、そう、それを共演した方に投げるのが趣味です。あ、いらないです、いらないです。すっごいいらないです。何よりも顔狙って、私あの VTuber 界の大谷翔平目指してるんで。やめてください。顔面いきます。あの共演した方と大谷翔平に謝ってください今。最低ですね、あなた。そんなことやってんの、あなた。やってます。みんな大体、でもロベルさんが関わってる、はい、私も関わってる人は大体あの私のティッシュ食らってますよ。わあ、ちょっと今度ご一緒した時に俺からも謝っときますね。じゃあ。さすがにロベルさんにはちょっと恐縮しちゃったんで、はい、はいはいはい、そう、まだ投げれてないんですけど、今後とも恐縮していただければと思います。次回はちょっと喜んでやだ、喜んで投げさせていただきます。俺ちゃんと配信で言いますからね、やられたら。ロベルさんのマネージャーにロベルさんの荷物どこですかって確認して、そこに入れとくのも手ですね。最悪、マジで家帰って開けたら、なんだろうこのティッシュ、俺ゴミ入れたっけな、よくわかんないなって言いながらつまんで捨てるロベルさんを想像します。最悪、マジで。やむ。汗かいてほしいところがあるじゃないですか。あー、なるほどなるほど、はいはいはい、このお腹のところにふんって力入れると、なんかお腹に謎のパワーが集まる気がするんですよ。気がするだけですよね。気持ち、お腹の脂肪が溶けてる気がするんです。あー、ちょっとなんか使ってるイメージがあるんだ、何かを。腹筋みたいの使ってるんですかね、わかんないですけど。でもなんか力入れすぎると普通にうんこ出そうになる。お前さ、お前いい加減にしろよ、お前本当にいい加減にしろよ。から温まってる気がするんじゃなくて、多分温まってるんですよ。けどなんかやっぱ温まってほしすぎて、うーんって近いなんかね、お、まずいよ。いい加減にしろよ、本当に。ガンファン欲からうんこの話に繋がるなんて思わないでしょ、あなた。いい加減にしろよ、お前。ロエラ、うんこなんて大々的に言わないでください。うんこやろ、もう。そんな、お尻からなんか出てきそうだろ、なんだろ言ってんだから。うんこだろうがよ、そんなもんは。私の腕、すごいなんか、おい、ツイン型なやん。え、これ、チャージ型が弱そうじゃねえか、して。ガチで弱そうじゃないこれ。今ロード画面見ました。見た。マジ。おいマジ。はい、マジ。ありがとう、優しいじゃん。いいよ、もういけるよ。うわちょっと、やさい。声が始まった。そうなんだけど俺。いやー、最悪。ストライクです。え、なんでですか？ストライクです。めっちゃうまいんだけど俺。
やっぱね来てる。なんか、はい、今日右腕違うんですよ私。あ、今日なんかその付け替え性なんですか。なんか王の右腕持ってきてなくて。あ、そう、今日何の右腕持ってきてるんですか。うんこの右腕持ってきてます。大抵本当に。はい、あ、いいサーブ。どうすんの。あ、すごい、うまい、うまい。お前はやってくれるのか。はい、うまい。はい、バレーボールって別名なんていうか知ってますか。なんていうの。なんでしょうね。ムカつくんだが。舐めてもらっちゃ困るぜ。うまっ。あー、なに。めっちゃ遅い。任せたぞ。あー、いやー、配球って今もうメアさんの、もうメアさんのコツじゃねえや、あの癖は見抜いたし、うん、はあ、癖は見抜いた、見抜いたよ俺は。なんだかエッチだわね。こういうあなたの発言がエッチなのでは。え、なんか私のことそういう目で見てます。見てません。勘違いは甚だしいんですけど。